2番ファンディーニョ・バロスは、スペイン・バスク州・ビスカヤ県、ウルドゥニャ、オレドゥニャ出身の闘牛士。フランスのランド県エールシュル・ラドゥルにおいて、闘牛中に、角で疲れて死亡した。2017年6月17日、事故が起こる、直前のファンディーニョ1980年9月29日に、バスク州・ビスカヤ県、ウルドゥニャ、オレドゥニャに生まれた。家族に、闘牛士はいなかったが、 14歳の時に将来の夢をバスクペロタ選手から闘牛士に変えた。1999年8月16日、アラバ県ラウディオ、リョディオの闘牛場でノビジェイロとしてデビューした。2002年6月2日、ウルドゥニャ、オルドゥニャの闘牛場でヤリシとしてデビューした。2004年9月12日、マドリードの闘牛場で聖闘牛士としてデビューした。 2014年には、エクアドル人種畜化の娘と結婚し、一子を設けていた。スペイン国営ラジオが選出する、年間最優秀闘牛士に2年連続で選ばれた。ファンディーニョは、聖闘牛士として12年間のキャリアを持ち、数々の賞を受賞していた。2017年6月17日、フランスヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、ランド圏エールシュルラドゥールの闘牛場で、 開催されていた、闘牛祭において、闘牛に疲れて死亡した。ファンディーノは、闘牛の木を散らすための群れ枝に足を取られてよろめき、肺などの胴体を背後から角で突かれたのである。すぐに、アリーナから運び出され、闘牛場内の医務室で緊急手術を受けたが、搬送先の門で丸山病院で死亡が確認された。ファンディーノをついた闘牛にとどめを刺した。 聖闘牛士の不安でるアルモは言葉がない。信じられないと語った。スペイン人闘牛士としては2016年7月9日にテルエル闘牛場で死去したビクトルバリオに次ぐ死者だった。ありがとうございます。